着陸ができないと判断された場合には、岡山空港へ引き返すか、または新千歳空港へ向かうこともございます。函館行き2741人ご利用のお客様には大変大変ご心配ご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承の上お手続きをお済ませください。